天魔王降臨戦。夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。故に信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、はここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を打ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを目から絶やせ。尾張の小大名であった織田信長は、その知略と圧倒的な武威により桶狭間で今川義元を破り、その名を世に知らしめた。信長はその後勝利を重ね、美濃、近江、越前を下し、中部近畿地方を掌握。さらに戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を打ち破り、戦国の覇者たるを知らしめんと投進。長篠の地で武田軍と対峙するのだった。戦いもがき滅ぶとよい。第1話長篠の戦い、それが云の望みなら。長篠にて古き世は終わりを告げ、その様をしかと目に焼き付けておけ。撃て。あれ進め、銃撃を突きやっけ。来た、滅亡。いざ戦わん。押して参る。
将信長が召した。お見事ですが、恐れているか。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせて。おのれ昼村第二陣進め。もっと乗れ。武田騎馬隊は戦国最強、なぜ突破できぬ。くあるか。鉄砲隊連続戦車、武田を滅せよ。敵将信長が滅した。お見事、さすがでございますな。押して参る。もうよかろう。攻撃やめい。全軍武田本陣を攻めよ。おのれ野郎園撤退するぞ。逃げるか。無益無駄、そして無妙よ。進め武田を無に帰すのだ。いざ尋常に勝負。敵将信長が召した。お見事ですな。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。押して参る。何とぞ長篠城へ救援を。大逆転がした。信長が修羅とせん。敵将信長が召した。お見事にございますな。敵将信長が召した。お見事ですな。武田勝頼、ここに屍を探せ。ここで一矢報いてみせる。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。勝敗は決した。今は武田を根から絶やせ。もはや武田の助かる道はない。ならば最後、もののふの意地を見せよ。変わることはできず、し、あるの。信長様は今日時代を変えた。やはりこのお方こそ私の。
信長が召した。お見事ですな。押して参る。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。敵将信長が召した。お見事です。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせて。名のある武士とお見受けいたせ。第六天の使徒信長が修羅と戦。敵将信長が召した。多くの武士が言った。戦に我が血は座るまい。抜かず。織田信長は長篠の戦いに勝利、武威を示した。だが性急すぎる信長の天下取りに旧勢力の抵抗はやむことはなかった。信長は近畿を実質の支配とする旧勢力の象徴本願寺に対し軍を起こす。一方本願寺は西方の一大勢力毛利に救援を依頼。それに応えて毛利水軍が大阪湾に出現する。今水上の覇権をかけた攻防が始まろうとしていた。すがり信じ行くがよい。第2話大阪湾の戦い。それがうぬの望みなら。本陣の守りを崩すな。味方の船が到着するまで耐えよ。信長さんよ、これも仕事だ。恨むなよ。俺たちの怒りを喰らえ。このまま敵さんの本陣を攻めてくれ。引き続き味方の船を待て。時が来れば敵船なも無に帰するのみ。苦戦するとは、ぬかとは。救援感謝します。敵将信長が召した。お見事にございますな。いざ尋常に勝負。押して参る。全て無力。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。いざ尋常に勝負。船を渡り奇襲をかけるんだ。敵将信長が召した。お見事でございます。
信長が召した。信長様、尊敬いたしております。名のある武士とお見受けいたせ。まもなく敵の兵糧を積んだ船が到着する模様。兵糧を絶やせば敵の士気は下がる。陸など踏ませることなく潰してくれようぞ。ようやく兵糧が届いたな。しっかりあっちまで届けてくれよ。兵糧を運び込ませるな。敵将信長が召した。お見事でございますな。我が首見事取ってみよう。押されていますね。苦戦するとは。抜かったわ。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。死を恐れぬうぬらに生きる糧は不要。無駄に天罰。クーパー、実にくだらぬ戦いよ。奴らが生のヌルス死で贖ってもまだ足りず。いざ尋常に勝負。敵将信長が召した。お見事でございますな。いざ尋常に勝負。第六天が死、信長が修羅とする。いや、信長が天罰を受けよう。くだらん。天は信長と共にある。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。光秀、有無には分かる。信長が未だ戦うわけ。戦の地を作る礎は、ある。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。なんだあのでかい船は。この軍船は不沈無敵。無駄な抵抗はやめるのです。時は来た。全軍敵本陣を落とせ。押して参る。これ以上は戦っても無駄だ。あとは俺たちに任せて下がるんだ。手をくれよ。全て撫で切りにしてくれよ。押して参る。援軍感謝いたす。敵将信長が召した。お見事でございます。信長が修羅とせ。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。押されていますね。されているか。いざ戦わん。
信長が召した。お見事でございますな。信長、なぜ罪のない奴らに遊ぼうでできる。死にたがっておるのはウムラである。進めば極楽王子、そう望んだのはウムラである。信長が召した。信長、お前はいちゃならない存在だ。今日のところは引くが、俺は諦めない。無力な。大阪湾の戦いは織田軍の勝利に終わった。戦国乱世の最大勢力となった信長は残存勢力に対し多方面作戦を展開する。これに対し東方で上杉謙信が義に準じようと信長討伐の軍を起こす。信長は柴田勝家と羽柴秀吉に上杉軍迎撃を命じるが、謙信の軍略の前に苦戦を強いられる。知らせを受けた信長は自らの手で決着をつけんと戦国最後の雄との決戦に赴くのだった。思うざま戦い、溺れるとよい。第3話、手取川の戦い。それがウヌの望みなら。国軍、速やかに下がれ。体勢を立て直した後、上杉本陣を攻める。我、義に来い。信長を討つ。孤立した敵を確保撃破し、敵本陣を攻める。織田と上杉が死ぬように決する戦。カップの決めに叩かねば、後の顔のためだ。そのためのためを傷つけ許さない。いざ尋常に勝負。敵将信長が召した。お見事、さすがございますな。柴田殿、突出した柴田殿を救出してくだされ。わしの制止も聞かず勇猛果敢に前へ出られたゆえ、あるまじき一体じゃ。大殿、面目ござらん。名のある武士とお見受けいたせ。苦戦するとは、抜くとは。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせ。キャー、援軍を。いざ尋常に勝負。天心、なぜ信長様に抗うのです。義の名のもと民を戦に誘うなど継承の道に反します。誘うは我に放つ。義が魔王への屈服を拒む。援軍に感謝いたします。
わん。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。第六天が下、信長が修羅と戦。押して参る。もう大丈夫だろう、止まろうか。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせ。その前の道には必ずや反目が起こる。これがあの方の宿命なのだろうか。援軍とはありがたい。援軍下がるぞ。押して参る。敵将信長が召した。おう、やりますれな。援軍感謝いたす。全軍交代するぞ。ここらで動いた。全軍止まれ。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせ。ここらでよかろう。全軍止まれ。わからない、私はどうすればいいのか。私が望むのは信長様の天下ではなかったのか。我が皇子を教えてやる。この辺りでよかろう。全軍待機だ。よし、全軍ここで態勢を立て直すぞ。この信長、我が天下を望まぬ者は決し去らぬ。敵のすべてを投げ切りにせい。信長よ、稲城貴様に天下を与える。与えられぬ。無価値。敵将信長が召した。見事でございます。全軍織田本陣を狙え。押して参る。押して参る。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせ。押して参る。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。第六天が下、信長が修羅と戦。敵将信長が召した。見事にございますな。全軍本軍上杉本陣を落とせ。今だ、本陣を狙い。オラたちの腰から出ていけ。これ式
敵。天に勝て。いざ戦わん。貴様は我が敵と足りえる。来い軍師。敵将信長が召した。私をもっと喜ばせ。第六天の使徒信長が修羅とせる。信長が召した。無価値。織田信長は上杉軍との戦いに勝利、謙信は手取川に散った。これにより東方の大敵は甲斐の武田勝頼のみとなる。信長は同盟者徳川家康、北条氏とともに武田征伐の兵を挙げ、再び勝頼を破る。勝頼は真田昌幸の招きに応じ上田城に退却。謙信を失い復讐に燃える上杉軍と連合して信長の追撃軍に対抗戦とした。集まり抗い果てるとよい。第4話武田殲滅戦。それが宇野の望みなら。盛況を誇った武田も小城に追い込まれたものね。全軍に命ず滅ぼし尽くせ。上田城は自然の要因、見えない道が思わぬところにつながっているかも。上杉家は義によって真田昌幸殿にお味方し、我らが主原信公の御敵信長を討つ。いかん、ただつくよ、救援に向かうのだ。武田から願った者が撃たれれば味方の士気に関わるわ。上田は守りが固い。私が正面から門を開けよう。年寄りをいじめるものではないわ。愚か者め、上田城を甘く見ておる。何、こんなところに敵が。何とぞ援軍を。ニック機は3人の裏切り者、荒山、木曽、小山だよ。天なる謙信公よ、彼ら不義の民天罰を。
たせ。いざ尋常に勝負。おお、かたじけのうござる。それでも兵、主に似てずるいじゃん。敵将軍信長が召した。お見事でございます。軍馬よ行け。北条一族の野望を背負って戦をさらなる混沌。押して参る。敵将軍信長が召した。見事じゃ。敵将信長が召した。お見事です。稲木信長め、上田に攻め寄せたが運の尽きよ。対する真田昌幸は軍略の達人。まずかなうな。内政様、小田原で一揆が起こっております。それは一大事。急ぎ小田原へ戻らねば。見えすぎたけど捨ておけばよい。捨ておかれては孤立したわしが困る。年寄りをいじめるものではないわ。名のある武士とお見受けいたせ。救援片付けない。大国君がした信長が修羅とせる。信長に追い詰められた勝頼には選択肢が2つある。真田昌幸を頼るか、小山田信繁を頼るか。勝頼は正解だった。小山田は裏切っているからだ。敵将信長が召した。お見事でございます。押して参る。上杉の兵士諸君、世を見せる時は今ぞ。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。敵将信長が召した。見事。私をもっと喜ばせ。年寄りをいじめるものではないわ。いざ尋常に勝負。何とぞ援軍を。敵将信長が召した。お見事です。第六天の下、信長が修羅とせる。いざ尋常に勝負。門は固く閉ざされております。押して参る。天下の儀式、下進行の敵討たせていただく。力なき義士の居場所はこの世になかった。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせ。敵将信長が召した。お見事ですな。敵将信長が召した。私をもっと喜ばせ。
しよりをいじめるものではないわ。修羅とする名のある武士とお見受けいたす。なだぎりにしてくれようぞ。そうはさせんよ。見くびってもらっては困る。押して参る。いざ戦わん。敵将信長が召した。お見事ですな。年寄りをいじめるものではないわ。されているか。本陣に敵が。至急救援を。何とぞ援軍を。敵将信長が召した。見事、私をもっと喜ばせ。敵将信長が召した。お見事ですな。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。修羅とする。年寄りをいじめるものではないわ。片付けない。
しかと目に焼き付けよ。いざ尋常に勝負。敵将信長が滅した。お見事だ。敵将信長が滅した。お見事にて。そら敵将信長が滅した。見事ね。私をもっと喜ばせて。押して参る。第六戦がした。信長が修羅と戦。お見事でございます。長が滅した。お見事ですな。真田正幸、天守に不在。天守を探せ。真田のこと何かある？天守には強者こそふさわしい。戦乱が終わるのは早すぎる。まだ天下を与えるわけにはいかない。抗うか。面白い。
信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせて。信長、良いことを教えてやろう。やがて貴様は豪華に焼かれ、野望と共に果てる。楽しみだ。門は固く閉ざされております。最後の策が破れたのは、まさに名のある武士とお見受けいたせ。我が策をことごとくに破るとはな。我が策は尽きた。だが真田の意地は尽きぬ。最後に死に敵将信長が召した。無力な。光秀様、御門。是非もなし。織田軍は武田上杉両軍を撃滅した。東方の抵抗勢力を倒し京に帰還した信長は休む間もなく西方攻略に乗り出す。信長は本能寺に寄宿、秀吉を総督とする西国攻略軍に大軍を預け、さらに援軍として明智光秀を派遣する。だが明智軍が西に向かうことはなかった。謀反して本能寺へ押し寄せたからである。ふふ、背き戦い生きるとよい。第5話、本能寺の変。それがうぬの望みなら。来たか光秀。是非もなし。うぬが全て全身全霊をもって信長が受けて立とう。私が敵を引きつけます。その隙にお逃げください。その必要はなし。守りを固め光秀を待ち受け。この戦、ただ信長が戦国の覇者たるを手に入れよう。本能寺を絶え間なく攻め続けろ。敵に逃げる隙を与えてはなりません。敵将信長が召した。信長様。阿警部隊、工作を始めなさい。信長様もろとも全てを焼き払うのです。嬉しい、あの人への愛。おのおうぬの愛はそこまで。嬉しい、うぬの愛無にキスのみ。敵将信長が召した。見事ね、私をもっと喜ばせて。
私は誰よりもそれを望んでいた。だが気づいてしまった。己が望み、己が全てを。信長が召した。信長様、尊敬いたしております。鉄砲隊前へ。明智が鉄砲傭兵、ここでご覧に入れましょう。うちのごとく敵が湧きおるわ。敵将信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。信長様、戦の悪夢いずれ彼氏に惹かれるでしょう。かっこいいのその姿勢を天下を得るのです。救援、片付けない。第六天が下、信長が修羅と戦。諦めません。あえて過酷な生を望んだのですか。私は己の手で己が望む天下を築くのです。なんとぞ援軍を。いいざまだな、信長。だが引導は俺が直接渡させてもらうぜ。生き延びよ。敵将、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。信長が召した。さすがなるご活躍。敵将、信長が召した。敵将、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。いや、信長、お前だけは逃がさねえ。お前を撃たなきゃ俺は救われねえのさ。
敵将信長が召した。さすがなるご活躍。信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。お前を姫気づくべきものを隠す。己の手を切らして、私は私の理想を貫いてみせる。うぬの野望と我が野望、いずれが勝つか。行ぜよ光秀よ。この謀反を楽しもうぞ。なんだ、信長様には指一本触れさせません。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。第六天の下、信長が姿を見せる。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。この程度の敵に屈辱だわ。これがウヌの望みか。ウヌは信長を憎むか。憎しみではありません。あなたを倒さねば望めぬことを望んだまで。ならばここで信長を超えてみせよ。
敵将信長が召した。無力な。なぜだ。ぬるいとお笑いになるがいい。だが分かってしまったのです。信長様の天下を見たかったのは誰よりも私であったと。私はこうなることを望んでいたのかもしれない。あなたにこの光秀の死を託して行けるのですから。信長様、死はこんなにも優しいですが、あなたは生を過酷に生きて。光秀、ウヌの死など託され、死に意味などない。無価値だが、明智光秀という男の姓の証は信長が背負うべき価値がある。ぜひ見ていってください。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。織田信長は本能寺で明智光秀に命を救われた。だが本能寺の変の混乱に乗じ、天下を狙って諸大名が旗を挙げる。こうした中、徳川家康もついに動く。反信長同盟の名士となり、自ら天下取りに乗り出したのだ。織田信長と反信長同盟、両軍は小牧の地で対峙、決戦の日を迎えた。過酷な生、生きよう。
ぞ。外伝信長天下統一戦、それが信長の望みゆえ。本陣を目指し進軍せよ。信忠は清須の守備につけ、押して参る。明智光秀、信長は宇野の姓を背負い戦う。今天より信長を見出す宇野は何を思う。本陣に敵だ、至急救援を。これしき、バカめ、むざむざとやられに来たか。鉄砲隊かかれ。いざ戦わん。わしは立てば同盟の衆、家康を捕らえよ。生かしたままにだ。天下はいずれわしのものとなり、まずは天下に最も近い貴様を潰す。敵将信長が召した。見事でございます。長が召した。お見事、さすがでございますな。なんだいなんだい、歯応えがないね。このまま本陣をいただいしまおうかね。秀吉、この一層敵将はあやめずに置けと全員に伝え。はっ、それは信長様の考えで。あの男がここにいたならば望んだであろう。そうか、けどアリス、普通にアリス。名のある武士とお見受けいたせ。なんとこれしき、あの男とは今この刃で叶っている織田信長とのエースさ。楽しませてもらうぜ。来い。敵将信長が召した。お見事にございますな。第六天が下、信長が姿を据える。信長が召した。お見事でございます。そろそろ頃合いじゃな。門を開け。織田本陣へ突撃を開始するぞ。信長様、
我ら明智家臣光秀様のご意志に従い、天下のためこれより織田軍に援軍いたせ。おいによ、光秀の思い確かに。かつての反逆者を許されぬことは変わられた。信長様は全然変わってねえよ。ただ分かりやすくなったんさ。押して参る。名のある武士とお見受けいたせ。敵将信長が召した。お見事にございますな。敵将信長が召した。おお、やりまするな。お見事にございますな。家康、今度は信長が背負いし重みに耐えられぬ。ゆえ信長は宇野が志し、ここに葬ろう。信長が修羅と戦。
お見事でございます。これつもりだ。ウルが義にたる器か信長に見せよ。陣を移しくだされ。我らは敵本陣を攻める。参るぞ。いざ戦わん。いざ戦わん。第6軍の下、信長が修羅と戦。敵将、信長が滅した。さすがなるご活躍。全軍を越えるな。我に続け。信長が滅した。お見事にございますな。織田殿、いざ参られ。我を超えねば恩義に天下なし。
将信長が召した。さすがなるご活躍。犬諦めるわけにはいかぬのだ。敵将、信長が召した。お見事でございますな。信長が召した。第6点が下、信長が修羅と戦。信長殿に歯向かった覚悟はできている。切り捨てられよ。キラム、我が手は三月での生を背負う。これ以上の重荷は無用。家康、再び三河を治め、信長の天下を支え、俺が信長の生き様だ。消え失せよ。